創刊号の表紙。デイビッド・ストーンが。ギャラクシー・サイエンス・フィクションはアメリカ合衆国の SF 雑誌である。通称、ギャラクシー。半径は、ダイジェストサイズで、ホレースウェル・ゴールドによって創刊された。ゴールドは、科学技術志向であった SF 界の目を、社会学に向かわせた編集者として、今日では著名である。 SF というジャンルは1930年代の終わりまでには一大ジャンルとして成長を遂げていたが第二次世界大戦及びそれによる紙不足でいくつかの雑誌は廃刊に追い込まれた。しかし1940年代の末には市場は再び盛況となった。1946年には観光中の雑誌数は8であったものが1950年には20紙に 増加した。ギャラクシーは、そんな状況の1950年に、ブームに乗って創刊された雑誌の一つであり、批評家マイク・アシュリーによると、その成功は、さらなる新雑誌創刊ラッシュの原因となった。1954年までにさらに22の SF 雑誌が創刊されたのである。後に、ギャラクシー初代編集長となる、ホレースゴールドは1940年代に、 スタンダード社で働いており、編集者として、同社の SF 雑誌、スタートリングストーリーズ、スリリングワンダー、キャプテンフューチャーに関わった。第二次大戦が勃発するとゴールドは編集者を辞めて、陸軍に入隊した。1949年、ゴールドは、かつての同僚、ベラ・チェルティからある誘いを受けた。チェルティは、イタリアの出版社エディツヨーネ・モンディアーレ社の、 ニューヨーク市社、ワールドエディションに勤務していたのだが、この会社はアメリカで、ファッシネーションという新雑誌の創刊を試みて、停滞損失を受け、それに代わる雑誌の企画を探していたのである。ゴールドは1949年秋に創刊された、ダイジェストサイズ誌、ファンタジーサイエンスフィクションのことを知ってはいたが、シリアスな SF 雑誌の市場にはまだ秋があると感じていた。 彼は、F、F&SF に対抗して一語参戦とという、高原光稜の SF 雑誌総刊を提案した。ワールドエディション社はこれに同意し、ゴールドを編集長として、雇用、総刊号の発行は1950年10月となった。総刊号のために、ゴールドは、アイザック・アシモフ、フリッツ・ライバー、シオド・アスター・ジョン、クリフォード・ D ・シマックラ数人の有名作家の原稿を、 獲得した。ギャラクシー創刊後はゴールドによるエッセイ、アンソロジストのグロフコンクリンによる書評、ウィリーレイによる科学コラムも収録した。1951年の夏、ワールドエディション社内のフワにより、ギャラクシー氏は廃刊となりかけたが、結局は出版社ロバート・ m グインに売却されて、継続することとなった。グインの新しい会社は、 ギャラクシー出版株式会社と名付けられ、1951年10月から観光を引き継いだ。ゴールドは編集長として残ったが、ワールドエディション社所属の編集スタッフを失った。代わりに加わったのが、ジェローム・ビクスビー、アルジス・バドリス、シオドア・スタージョン、そしてスタージョンの妻、イーブリン・ページであった。文学エージェントとして働いていたフレデリック・ポールも、 作家の手配という面でゴールドを助けた。1950年代後半になると SF 雑誌ブームは過ぎ去って各種の売り上げは往年に比べると低迷した。販売者、仲介業者は SF 雑誌を好まなくなった。ゴールドはサイエンスフィクションという言葉が消費者の購買意欲を削ぐとして使命をギャラクシーサイエンスフィクションから ギャラクシーマガジンに変更した。ギャラクシーの発行部数は9万部で、当時の SF 雑誌としては最高であった。しかしグインは経費削減を決定し、1959年にページ数を増やす代わりに発行を各月間に変えた。原稿料も1号3セントから1セント半に引き下げられた。これらの変更により、ギャラクシーの経費は、 年間12000ドルも削減された。2年以内に売れ行きが8万部まで落ちたが、現行料の経費も減っているため経営に支障はなかった。1960年から77年の発行部数1959年、グインは別の SF 雑誌、イフ氏もクイーン社から獲得し、ゴールドに編集を任せた。59年7月号以降が、ゴールドの編集である。 ギャラクシーが隔月間となったことは、ゴールドの仕事量を軽減する助けになった。イフとギャラクシーはいずれも隔月で、出版は毎月交互に行われたため、ゴールドは両方に力を注ぐことができた。しかしながら翌年、ゴールドは自動車事故で重傷を負い、編集長を続けることが不可能になった。フレデリック・ポールが1961年前半から、 補佐に当たった。1969年、グイーンは、ギャラクシーを UPD 社に売却し、ポールは辞任して、作家業に戻った。UPD 社のエーラー・ヤコブソンが公認となった。レスターデルレイは、編集部員として居残ったが、その後、ジュディリン・ベンジャミンに地位を譲った。ジャック・ゴーハンは、美術部門の編集者に任じられた。UPD 社による買収が行われたとき、 すでに、ギャラクシーの発行部数は、落ち込んでいた。買収後にはさらなる落ち込みに見舞われ、たった1年間のうちに、部数は75,300から51,479となった。UPD 社の経営陣は経費を抑えて、利率を上げることを決定した。ギャラクシーは1970年8月から隔月となった。ページ数は、UPD による、 買収時に196ページから160ページに減ったが、格月化に対応して、再び増加し、値段も60セントから75セントになった。1972年5月からは、イギリス版の発行が始まった。これらの策により、利益は著しく増加した。70年代前半、UPD 社には、財政上の困難が降りかかり始めた。 ジュギリンデルレイがバランタインブックスに転職するとヤコブソンの仕事量は増大した。過労に耐えかねた、彼は1年ともたずに退職し、1974年6月号からはジェームズ・ビーンが編集長となった。彼はイフの編集も兼任したが、紙の値段の高騰により、漁師の存続は苦しくなり、イフはギャラクシーに統合された。 1973年9月からは再び月間となったが完全な月間ではなかった。ビーンは就任時には47,789であった。発行部数を退任時には81,035まで回復させた。ギャラクシーは UPD 社にとって赤字の元ではなくなったが、親会社への財政的圧力は大きく、ビーンは77年10月号を最後に、 ギャラクシーを去った。その後任は、ジョン・ j ピアースであったが、彼の下で、ギャラクシーは、ただ発行部数を落とすのみであった。負債は増大し、ピアースは一年と経たないうちに自民した。彼の部下は、ピアースは、自分の仕事を愛していたし、自分が何を喋っているのか、よく理解していたが、彼の下では、編集部は非効率にしか動かなかったと回想している。 1978年末にハンク・スタインが編集長に着任。彼が発行したのは1979年6.7月号と9月号の2巻のみである。その直後に UPD 社は破産し、ギャラクシーの経営権はビンセント・マキャフリーが新設したギャラクシーマガジン株式会社に移った。スタインはさらに2巻を編集したが未完に終わった。 別の雑誌、ガリレオの発行者でもあったマキャフリーは、資金難のために計画通りに、ギャラクシーを発行することができなかったのである。マキャフェリー体制は、ただ一巻のギャラクシーを出して終わった。最終号は大盤で、フロイド・ケムスクによって編集された。その後、1980年10月号が編集は、されたが、刊行はされなかった。 1994年、H.L. ゴールドの息子、E.J. ゴールドの編集により、ギャラクシーはセミプロ誌として、ごく短期間だけ復活した。94年1.2月号から95年3.4月号まで、各月で8巻が発行された。ゴールドは、ギャラクシー誌に載る小説を、スリック雑誌の読者を引き付けられるくらい、文学的にしようと意図していた。 彼の編集方針は先行する SF 雑誌アスタウンディングのジョン・ W ・キャンベルよりも懐の広いものであった。ゴールドは社会学、心理学といったソフトな科学にも門戸を開き、またユーモアや風刺を胸とする作品も出版しようと心がけた。ギャラクシー誌は直ちに成功を収め、初回のヒューゴー賞ベストマガジン部門を受賞した。 SF 歯科のマイク・アッシュリーは、ギャラクシーの成功を SF 雑誌創刊ブームの主たる原因と見ている。ギャラクシーは2年目で10万部以上の発行部数を誇り、アスタウンディング以上の成功を収めた。50年代のギャラクシーの表紙は、逆 L 字型の枠で、表紙絵を囲うという特徴的な形式をとっており、これは、 スタートリングストーリーズやイギリスのオーセンティックサイエンスフィクションなどの数詞に模倣された。その内容もまた影響力が強かった。ライバー、ビッグタイム、デイビッドスン、あるいは下記で、いっぱいの海のようなヒューゴー賞受賞作はもちろん、コーン・ブルース・ザ・マーチング・モロンズ、ブラッドベリー・ザ・ファイアーマン、アシモフ、鋼鉄都市などの作品は、古典とみなされている。 ゴールドは広範な題材の作品を出版したが、ギャラクシーは50年代には、アイロニーと風刺でも、有名だった。ゴールド好みのひねくれた作品をかける作家たちは、ギャラクシーの顔となり、定期的に作品を寄稿した。1950年代には、チェスリー・ボーン・ステル、ポール・カレ、エド・エム・シューイラー、バージル・フィンレイ、ディック・フランシス、ジャック・ゴーハン、ドン・シブリー、 デイビッド・ストーン、ウォーリー・ウッドといった著名イラストレーターたちがイラストを担当した。ボーン・ボーデー A も短期間だが1970年代初期にサンポットという漫画を寄稿している。ジェリー・パーネルは科学コラムを担当した。1970年代後半では、批評家兼エロティカ作家のリチャード・イ・ギースが、ファン的書評コラムザ・エイリアン・ビューポイントを連載した。 ギャラクシー創刊30周年を記念するアンソロジー、ギャラクシー、リーダーオブサイエンスフィクションシリーズギャラクシー、30 years of innovative science fiction は、フレデリック・ポール、マーティン・グリーンバーグ、ジョゼフ・オランダーによって編集され、1987年には、草原推理文庫から、日本語訳も出版された。ありがとうございます。